シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラは、ベネズエラのカラカスを本拠地とするユース・オーケストラである。なお、名称の由来となるシモン・ボリバルとは、19世紀初頭にスペインの圧政から南米諸国を解放した革命、思想家の名前で、ベネズエラ出身の英雄としての彼の業績を称えたものである。エル・システマを実践するフェスのジブが1999年に設立。 エルシステマは、元政治家で、経済学者のホセアントニオ・アブレウトの提唱により1975年から始まった。エルシステマ生徒の中には元ストリートチルドレンで、麻薬の密売や強盗を経験した者もいるが、こうした者を構成させたり、放課後に子供たちを音楽に従事させることで犯罪から守る役割を果たしている。エルシステマのモットーは、トーカーワイルチャーである。フェスのジブは、 現在ベネズエラに200もの青少年オーケストラを運営している14歳未満の子供たちからなる児童オーケストラ14歳から25歳までの青少年からなるテレサカレーニョユースオーケストラなどがある。さらにそこから選抜された25歳以上の青年からなるメンバーで組織したのがこのオーケストラである。フェスのジブの活動ぶりは早くから欧米に伝わり、 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者や学院の耳に入り、メンバーが無料指導したり、クラウディオ・アバドやサイモン・ラトルといった歴代主席指揮者が実際に客演で指揮もするほどになっており、国外への演奏旅行もしばしば行われる。オーケストラのメンバーと同様の教育を受けた新進気鋭の指揮者、グスターボ・ボドゥ・ダメルが1999年に17歳で、 音楽監督に就任、バンベルク交響楽団の国際指揮者コンクールに優勝もし、近年ヨーロッパの各種コンサートに招かれ、大きな話題となった、ドイツのグラムフォンレーベルと専属契約を結んだ、ドゥダメルの指揮で、ベートーベンの交響曲第5番7番とマーラーの交響曲第5番のレコーディングがある。なお、ドゥダメルは2009年にロサンゼルスフィルハーモニックに招聘され、 フィンランド出身の仙台へ最高ルペッカサロネンの後を受け音楽監督として就任。その他の世界的なオーケストラへの客演も多くこなす。ありがとうございます。